あんたの弱点はその優しさだよ。なんか眉毛の可動域が広いとか。なんか動きすぎじゃないって思って。圧倒的な伸びた感。本当だよ、ね、だってテレビで見たくないランキングに入ってるやつ決められたから。今じゃ無理だよ。漫才なんで捨てた方がいい。面白くないから。やばいよおい。どうも東京ホテイソンです。お願いします。さあ、そして佐久間さん、よろしくお願いいたします。ということで今日もこの子たち、みんなに笑顔ちょこっとお届け、ラフラフです。お願いします。さあね、挨拶が変わって、いやいや、可愛いんじゃないですか。こっちの方が、なんかでもこっちももうだいぶ染みついてきましたね。すっと入ってくる。いいですね。さあ、ということで今日はですね、ゲストの方が来てくださっております。こちらの方です、どうぞ。よっしゃー、よろしくお願いします。はい、こちらどうぞ。すいません、トリオになっちゃいますね。ということで、インパルスの板倉さんです。お願いします。お願いします、ちょっといい匂いがしますね。で、みんなでいい匂いしてますか。でもみんな結構緊張しました。ノボロック TV だと思ってもこの並びがめっちゃ嬉しいです。、はい、確かにね、やっぱ基本山に一人でいるから。大量の女子に会うとびっくりしちゃうでしょ。そうなんですよ、うん、ノブロックの時はこんないい匂いしないと。もうやるしないよね。ということで今日板倉さんに来ていただいたんですが、佐久間さん、どういったこと。これはですね、はい、ちょっと一個新しい企画。お、うん、ちょっとバラエティっぽい企画なんだけど、はい、ちょっと演技力とかそういうのが試される企画なんで。なるほど。ちょっとやってみようっていう企画。なるほど。ちょっといろいろなチャレンジということですかね。ということで今回はこちらの企画をやりたいと思います。題して、板倉に操られてるのは誰だ、絆深さで見破れ、口喧嘩討論会。口喧嘩。はい、さあこちらはですね、今から我々とあるお題で討論をしていただきます。はい。で、そこで、みんなのメンバーを確かめるためですね、うん、2チームに分かれて、はい、4人の中で1人だけ板倉さんに操られてるんです。おー。で、討論に参加してないメンバーは誰が操られてるかを見破っていただく。で、見破られなかったメンバーにはダルポイントを追加しますよということですね。演技力、確かに。そうです。操られてない人が操られてるみたいな演技じゃないってこと。なるほど、そっちに合わせるってことですね。どっちかっていうと、板倉君に操られる人は、はい、まあ、板倉が操る、その要はクレイジーなこと言ったりする。そうですね。それバレちゃダメだ。でいかにそこにみんなが帳尻を合わせてくるんですね。めちゃくちゃなことを操られてるふりをしなきゃいけないから。これ結構難易度高いと思いますけれども、じゃあいけない。でも板倉さんは別にみんなに合わす気はさらさらないと。ないよ。ずっと、もうない。ずっと、ずっと板倉で、ずっと俺でやってきた。かっこいいな。では、最初に討論するチームは佐々木、夏目、吉村、日比のチームでございます。この4人でやっていただきたいと思います。で、討論相手は僕です。はい、僕とその4人で討論していただきます。はい、はい、で、言い争ってもらうテーマは、目玉焼きは醤油派、ソース派。もう結構王道っちゃ王道な、もう一番わかりやすいテーマでやっていきたいと思います。はい、でも板倉先生がそのテーマ通りやるからよ。あ、そうか。そんなにですか。だからそれにみんなは合わせていかなきゃと思います。バレたら操られてない3人のせいってことでしょ。そうです。だから板倉さんは板倉さんですから。もうだから他の3人が結構重要になってくるよ。入れて板倉を、ぜひ入れてごらん。入れて板倉先生入れないで、入れてごらん。みんな今不安なんだろうな。これは確かに相当大変ですね。初動が難しいですね。初動の発想を飛ばさなきゃダメだったりするから。板倉に操られてるっていうのを借りて殻を破って、いや、あのちゃんみたいなことたくさん言うってこと。ああ、黄身の味でいけないから醤油の後薄いから濃いやっぱソースでいきたいなと思って。醤油の塩分が、うん、分かった。これ佐々木さん操っちゃうと即バレしそうな気するけど、どうか。あんまり今本渡しって感じでしょ。そうですね。なんかそのタケルに
せんだよお前っていう指示が来たとしたらちゃんと言えます？ほんわかしたじゃなくて、うるせんだよお前。ああいい子すぎて毒吐いてほしいのに吐けない人がいるわけ、うん、だけどこういう企画はもう全責任が俺に来るから思い切ってやってほしいって。なるほど。それではトークテーマ、目玉焼きは醤油派ソース派、口喧嘩討論スタートです。どうですか、どっちですか、皆さんは。まず自分が言いなよ。いやいや、それだって別に聞くじゃんか。それ4人いるからそれは聞くじゃんか。でも俺ソースかな、じゃあどっちかと言ったら。え、なんで。やっぱお醤油よりかは、そのなんか目玉焼きって味気ないから、そこにソースでガツンとこう味をつけたい。え、それだと人によるじゃない。これどっちだ、本当にそのじゃあもうソースでいい、ソースでいいの。ソースでいいよ。ケチャップでいきます。私はケチャップです。醤油かソースかの話です。ケチャップでいきます。新たな調味料持ってこられても困るよ、それは。え、でもマヨネーズも美味しくない。あ、いや、マヨネーズもうまいけど、マヨネーズやったら醤油かソースかの話をしてんの。なあ、佐々木。私は塩がいいです。だから塩とか塩塩とかそのうわ、醤油だろ、醤油だろ、醤油。急に唐突取り出した目立った。お前醤油じゃねえのかよ。何醤油じゃねえのかよ。俺はソースだっつってんじゃん。お前そんな日本顔なのに、日本顔なのにめっちゃ日本書紀とか古事記とか読んでんだろ。めっちゃ俺のこと詳しいな。いや、お前は日本を代表する芸人になりてんだったら、お前は絶対醤油だ。日本の良さを押し出さなくていいんか。どの立場で言ってんだよ。そのなんでその日本を代表する芸人それなりてんよ。どうですか、てっぺん取れそうですか。今じゃ無理だな。今じゃが一番傷つく。リアルとリアルリアルリアルじゃ。じゃあ俺に足りないものなんで。タケルに足りないものは度胸。天下を取るために度胸が足りない。度胸が足りない。吉村は取れねえっつってんだよ。じゃ取れるために何が必要かっつってんだよ。念押しです。大事な時こそ合わせられないから。そう、優しいんだよな、タケルは。あいつだけリアルなこと言ってくるな。タケル、タケル。何？あんたの弱点はその優しさだよ。何腹立つな。優しいから天下を取れん、周りに気使っちゃってガツガツいけないっていう。だもっと度胸を持っていった方がいい。佐々木は醤油が足りない。醤油が足りないが2票、2票は入る。優しさ捨てれば天下取れんだよ。取れねえだよ。吉村どうしたの。そのお前その一本型のどうしたの。取れねえだろうじゃなくて教えて理由ね。わかんだろう、お前が一番わかってんだろう。お前なんで取れないと思う今俺が、うん、天下取れたら理由は。天下取れてその台本以外のとこが弱い。そうだな、そうだな。吉村にそうだなって言われるのが一番傷つくわ。まあ悪いとこばっかりだったから、いいところ。あ、いいとこ教えて。教えてよ、佐々木。タケルのいいとこは、大声が出せるとこだった。なんで大声が出せるって。喉を褒められました。ああ吉村。メガネが似合うとこだ。もうだから、お笑い関係ないじゃん、それ。日々のは圧倒的な伸びた感。弱そうってこと。圧倒的に。実写版じゃん、もう。いや、実写版じゃ、その似てるとは言われるよ、似てるとは言われるけど。夏目はなんか眉毛の可動域が広いところ。なんか動きすぎじゃないって思って、こうやってる。そうそれはいいと思う。それを伸ばしていけば天下取れると思う。よしも、俺はもっと広げたら取れるの、天下。無理だろ。何なんだよ、マジでこいつ。何なんだよ。何を一個足せば取れる、うん、佐々木なんだと思う。筋肉。こいつがいるじゃんか。筋肉キャラとして俺らは今後売ってった方がいい。もう漫才とかじゃなくて。もう漫才捨てる。漫才漫才なんで捨てた方がいいの。面白くないから。やばいな、おい。これ操られてなかったらやばいぞ。これ操られてなかったらマジでやばいぞ、佐々木。おい、分かってんな、お前。おい、どうろだ。夏目はさ、何を足せばなんか眉毛マスカラを。そうさ、眉毛好きだな。え、日々の何が足りないと思う。タケルに足りないところ、うん、
モノマネ。モノマネ急に具体的っすね。確かにモノマネは確かにレパートリーない。振られた時にすぐできないじゃん。確かにできないっす。え、佐々木じゃあ何のモノマネ。のび太くん。のび太くん、ドラえもん、なんか道具出してよ。あれだな、お前に必要なのドラえもんだな。なんでドラえもん。道具がないと何もできないってことですか。そうだな。誰が道具がないと何もできないの。え、漫才は、漫才はどう思う。漫才はもう捨てていいんじゃないか。なんでよ、俺らの一番大事な芸だ。大事にしてるって言うけどさ、あのツッコミ全然やんないじゃん。平場で、平場で、平場でね。大事にしてると思えないんだけど全然。いや大事にしてるよそれは。あんまやりすぎても良くないかなっていう。あ、やんないから、もう全然モノマネでもやった方がいいんじゃねえのって言ってんの。武器がないよ。武器がないんだよね。やっぱり目玉焼きにはソースだと思う。もういいだろ。その話全然してなかったじゃん。目玉焼きのポール。なんかタケルさんの熱弁にすごい心打たれちゃって。俺全然目玉焼きの話してないっすよ。吉村さん、天下は取れねえな。なんだお前マジで。4回目の天下は取れない。お前絶対に操られてろよ。終了。なかなか大変なこと言われたよ。じゃあそれじゃあ残りのメンバー誰が操られてたか、フリップにお書きください。あのルール変わりまして、バレたらこっちのメンバーにダメポイント1ポイントずつ入ります。連帯責任です。あ、それはちゃんとみんなが合わせられなかったっていうことになるんで。何がタケルは一番来た。漫才つまんない。あれだもんね、その漫才批判ブームの先方を、はい、先陣だったもんね、うん、一番最初に言ってくれたから、ここからみんながこう広がってったんだけど、この中だったら本当に佐々木が操られててほしい。はい、じゃあみんな、板倉さんに操られてるのは誰だったでしょうか。私たち4人の予想は日比野めいなちゃんです。おう、これはどうして。まず2人に絞れたんですよ、私たちの中で。めいなちゃんかモナミじゃないかって、うん、まずふうなちゃんはちょっとなんかあんまりお笑いとかも興味なさそうだから、なんかやっぱつまんないって思っちゃったのかなって。なんでなんでなんで、そのつまんないと思ってるって言われてるから。つまんない、自宅が見られてるから。いや言わなきゃダメだよ。本心だ、本心で、あれが本心だよ。りょうかちゃんはなんかやっぱ後半からちょっとなんか本人っぽいなっていう、その眉毛のこととか。なるほど。板倉さんとは眉毛マスカラって言わない気がするんですよ。なるほど。じゃあ、なんで吉村じゃ ないと思った。でも、ひみのが言い始める前に、とか、たけるはとか、そういう、はい、内容に入るまでの間があったので。なるほど。いや、っていうか、ひみのが操られてて、吉村がリアルでやってたら、吉村結構すごい。結構すごい。そうですよ。そう、ほんと吉村がドラえもん必要だろって返しが、これがもしアドリブだったら相当すごいなっていう。さあ、では操られてたのは誰だったんでしょうか。圧倒的な伸びた感。なんか眉毛の可動域が広いところ。面白くないから。やばいなおい。お前に必要なのドラえもんだな。タケルジロジロ見てんじゃねえ。タケルジロジロ見てんじゃねえ。うわー、いいよいいよ。早かったんだ。だとしたら吉村そうだね。すごいわ。すごいわ。ドラえもんよく出たな、あのスピードで。ケチャップで、ケチャップでいきます。私はケチャップです。醤油かソースかの。じゃあ俺に足りないの何でいいの。度胸。タケル、タケル、あんたの弱点はその優しさだよ。いいところ。あ、いいとこ教えて。教えてよ。圧倒的な伸びた感。実写版じゃん。何を一個足せば取れる。モノマネ。大事にしてるって言うけどさ、あのツッコミ全然やんないじゃん。やっぱり目玉焼きにはソースだと思いました。もう本当すごすぎてちょっと負けちゃダメだ。血が騒ぎました。信じてるね。ちょっとサッカーさんマジですごい。すごいすごい。相当すごいですね。で、あやつめてたら日々のだったんですね。そうですそうです。難しい。なるほど。最初ずっと言い来すぎちゃって、はいはいはい、ちゃんと振られてから返そうと思ったんですけど、若手の時のあの頑張ろうって言って吉村が来るし。ということで、この4人には
はダメポイント追加でございます。はい、基本演技上手い人が操られた方がいいんだけど、これ今の感じ見てたら操られてない人が演技力でごまかすっていう風になっていくのかわからない。だからどっちかっていうと操られてみたいっていう人と、その操られてないのに自分の笑いをぶつけてやるぜっていう人とそういうどっちをやりたいからね。さあ続いてはショゴと討論していただくテーマは、朝食は半派ご飯派、これを討論していただきたいと思います。それでは討論スタート。俺はご飯派ですね。やっぱりご飯ってご飯に対するおかずの量がいっぱいあるから、そのバリエーションが豊富なんだけど、パンってジャムだったりとかじゃないから、パンだってバリエーションいっぱいあるだろ言われてるよ。ジャムつけたり。じゃあ斉藤言ってみようか。ジャムとなんだ。ジャム。ジャムなんだ。バター。バターは味かな。バターでいい。バターもいろんな種類があるんだよ。あ、じゃあバター。じゃあジャムバターなんだ。あ、甘めのバター。甘めのバター。しょっぱめのバター。バターなんていくんだ。言ってみろ。ピーナッツバター。助け分なんだ。最近の技術だとメロンパンバターみたいな。確かに。メロンパンバターってなんだよ。アンバターとか。結構あるな。結構あるけど、じゃあどうだ。パン食べてて飽きないか。パン屋行ったことねえんだよ。なんだ、あいい。藤崎なんだ。藤崎なんだ。なんつだ。これ誰だ。パン屋行ったことねえだろ。なめんなよ。藤崎なめんなよ。俺パン屋行ったことあるぞ。なめんなよ。どっち派なのみんな。それまず聞こうよ。俺の批判じゃなくて、何派の勝負だから。俺はご飯派。じゃあ藤崎は決めなきゃダメか。決めなきゃダメだ。ご飯派かパン派でやってんだ、こっち。決められたくないよな、勝負だから。本当だよ、だってテレビで見たくないランキングに入ってるやつに決められたくない。これが出てくるってどっちだこれ。すごいよ。こういうことをなんで知ってんだ。コンビで入ってんじゃねえよ。コンビで入ってる。コンビで入ってる。だから意外と俺も気づいてる。斉藤は見たい、見たくない。全然見たくない。佐々木どう？見たい。見たくない。なんでだよ。お前つけてねえだろ。お前つけてねえだろ。長松は。長松はどう？見たくない。見たくない。理由聞かせて。なんで見たくない？筋肉が目障り。画面を埋めてくんのよ筋肉が。邪魔。高梨は翔吾の筋肉どう思う？別に。何も思ってないのが一番辛いから。俺に興味がないのか。なんでだ。なんで？自分で考えれば。俺お前になんかしたって。してないの絶対に。何も感情がないの。今隣のメガネの方がまだ感情持ってる。隣のメガネって言うなよ。ちょっと待ってくれ。アドリブでこっち行ける？いや、行けない。これはいけない。いや、でもさ、結局のところご飯派かパン派の話じゃんか。俺が筋肉どうこうじゃないから。筋肉が一番大事だろ。お前筋肉しかねえんだから。え、翔吾でも筋肉ね、ネタ書いたりとかしてるよ。ネタ書いてるし、 R1 1回戦落ちてんだろ。すごい情報知ってんな。これどうなの。あれは落ちたけど、まあ、ピンで舞台に出たことないから、一個挑戦で出て、まあいろいろその、まあ準備不足っていうのもあったし。言い訳ばっかだな。ちょっといいからだよ。高橋どうしたん、ずっと切れてるけど。やっと話しかけてくれた。おっせんだよ。私のこと見えてないんじゃねえの。回しが下手なんだよ。じゃあここで盛り上がってるから、それ高梨が積極的に行かないとダメじゃない、そこは。ね、いつもバランス悪いよな。俺はバランス、回しのバランスが悪いんだ。全員に振ってない。お気に入りとかなんかつけてんじゃねえのかみたいな話、この前も出ただろ。なんかそこ、いや、つけてないよ。ただ高梨がこの企画においては出なさすぎてるから、それは高梨が悪い。いや、まず話がつまんなすぎて入りたくねえんだよ。終了。俺はパン屋知ってるから。終了です。ごめんなさい。これちょっと待ってくれ。これマジでわかんないぞ。さあ、いや、どうだ。ちょっとマジでむずい。タケルなんかご機嫌だな。おい、終わってないの。まだその武
ける5万円つだな、本当にお前。いや、5万円いいだろうよ、別にその楽しくやってんだから。それでは佐々木さんから。今回操られていたメンバーは、はい、高梨さん。お、高梨、なんで間違えた。いいよ。そうだ、うん、そう、一応高梨があんまりちょっと喋らなかったんですよ、うん、それはなんかさっき日々の操った時にちょっと強く出過ぎたから、その反省を生かしてちょっとそうなのかな。これ、そうだ、これ合ってたら板倉さん超恥ずかしいです。板倉さん恥ずかしいぞこれ。俺は長松だと思ってた。いや確かに。ファイヤー行ったことねえだろ。舐めないよ、舐めないよ。テレビで見たくないランキングに入ってるやつに決められてた。筋肉が目障り。私のこと見えてないんじゃないの。いや、回しが下手なんだよ。さあ、では正解を板倉さん発表お願いします。すごい見透かされて恥ずかしいよ。すごい見透かされて恥ずかしいよ。どうしてきた。高橋、どうしたん。ずっと切れてるけど。やっと話しかけてくれた。私のこと見えてないのかなと思って。タケルご機嫌だな。タケル5万円やつだな。タケル5万円やつだな、ほんとに。お前5万円いいだろ。高梨は翔吾の筋肉どう思う。やっと聞いてくれた。別に。やっと聞いてくれた。え、別に何とも思わないけど。何も聞こえてないじゃん。隣のメガネの方がまだ感情持ってる。隣のメガネって言うなよ。ちょっと待って、ちょっと待って。アドリブでこっち行ける。いや、行けない、これはいけない。誰、夏目さん、うん、すごい、もうほんとまんまよ。まんべんなく喋った上でじゃなくて、ダメだなって思って、それ生かしてちょっと引いてたら、あのクロストークが終わんなくてなかなか入っていけなかった。だとしたら3人ともすごいね。高松、藤崎もすごかった。あの、操ってるんだけど、はい、あの真横にいるかのように、あ、俺も頑張んなきゃって思った。横一線、横一線で頑張ろうっていう。正解ということで、こちらチームダメポイント入ります。タケルは愛嬌で乗り切ってる芸人。いいだろう。志村はどうなんだよ。だってさ、わお、公式お兄ちゃんなの。決めらんない。喋れてねえじゃねえかよ。しもくですよ。どうしたんだよ。あ、こだわりが見えてないのにこだわってるって言われても困る。あいつやばい、すまない。全員に俺のソウルを宿したから。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。